すぐだ。腕をつかむな、ゆするな、うるさい。葵、一枚撮ってくれ。ライブ前の俺の姿をファンに報告しておかなくちゃな。はいっす。くー、トーヤさんいつにも増してかっこいい。ライブに向けての気合が伝わってくるっす。前髪こんな感じかな。もうちょっとこうして。へー、みんなもっとあたふたしてるかと思ったけど、意外といつも通りだね。それはあなたもでしょ、スバルさん。陽一くんもいつも通り落ち着いてるように見えるよ。けど問題は、人たくさん来てるのかな。大丈夫かな。くれない、そんな隅で何してんだよ。その緊張して。なら、そんなお前に緊張の解けるおまじないを教えてやるよ。手のひらにこう、しとしとしとって書いてだな。しと？それって人の間違いじゃないかな。しとしとだと雨降っちゃってるよ。そうだね。あ、夕日さん笑ったな。聞いただろ。お、夕日くんは東也くんたちがどうにかしてくれたみたいだね。じゃあ問題はあと一人だけど。いつも通り、いつも通り。お腹痛い。陽一くん、言っとく？まあ、あんな状態でステージに立たれては困りますからね。和幸、手つなご。ほら、カイトも。なんで俺まで。和幸の手を温めるの。こうやってしてれば、一人じゃないんだって思えて、緊張もなくなるから。その理屈は分かった。けど別に、俺がお前の手を握る必要はないだろ。俺の手だけ振り払うのやめてよ。クレア君、カイト君、ありがとう。出番取られちゃったね、陽一お兄ちゃん。うるさいです。やあやあ、みんなどう？緊張しちゃってる？東雲さん。けど君らなら大丈夫大丈夫、いけるっしょ。本当にそう思ってます？ひどっ。心の底からそう思ってみんなに声かけに来た会長に陽一くんたらひどい。けど君らなら大丈夫だって思ったのは本当だし、じゃなかったら会場の紹介もしてないよ。それにそんな不安そうにしてたら、待っててくれてるファンの子らがかわいそうだと思うな。ほら、これ。それ客席の動画ですか？こんなにたくさんの人が。こんなの見せられたら緊張してる場合じゃねえっすね。だな。よっしゃ、エンジン組もうぜ。はい、会長。いいねいいね、青春じゃんね。じゃあ俺陰慣れしてこなきゃだから、じゃあね。ああ、行っちゃった。会長にもエンジン入ってほしかったのに。陰慣れあるんじゃ仕方ないよ。それよりほら、みんな一言ずつ。ゆうひさんから。僕頑張ります。よっしゃ、やるぜ。みんな俺様の虜にしてやるぜ。精一杯歌って踊ります。完璧なものを見せる、それだけだ。今日ここにいるみんなを笑顔にします。ファンの子みんな喜ばせるよ。まあ今日くらいは本気出そうかな。皆さん、今日は頑張りましょう。この大きなステージに立てることに感謝し、ファンの皆さんに楽しんでもらえるように。陽一くん長い。早くしないと間に合わないよ。ってわけで、じゃあセンターくん、いつもの言っちゃって。わかりました。星野クレハ、行きます。みんなで一つの光に。ステアリズム、ライトアップ。はい、どうもどうも。本日はステアリズムファーストドラマライブにお越しいただき誠にありがとうございます。開演に先立ちまして、
いくつかお守りいただきたい注意事項がございます。その1、ライブグッズの使用や完成等はご近所様の迷惑にならない範囲でお楽しみください。その2、実況や感想はハッシュタグスターリーパレットでお願いします。以上の注意事項をお守りいただいた方から抽選で記念品をプレゼントいたします。詳細はスターリーパレット公式ツイッターをご確認ください。それでは間もなく開演いたします。もうしばらくお待ちください。てわけでナレーションは聖華学園生徒会長の篠ノ目翔でした。ステアリズムファーストドラマライブ、みんな楽しんでってね。みんな、今日は集まってくれてありがとうございます。まずはこの曲から。二人で歌ったこの曲から物語は始まりました。だから最初に歌うのはこれと決めていた。星野クレハと辻井シカイトで歌います。聴いてください。スターリーパレット。You
まずはもみじくんと辻くんに歌ってもらいました。いやーよかったね。けどさ、ちょっと二人の世界に入ってない？俺たちは9人揃ってステアリズムだからな。そうそう、だからみんな俺らのことも忘れないでね。そういえばこの会場には初めましての人もいるよね。初めましての人？あ、ちょっといるね。今日は来てくれてありがとう。俺も呼びかけるのやりてえ。行くぜ俺のファン。いやいや、そうじゃないでしょう。さて、初めましての人もいるから次はあの曲から行こうか。ああ、9人のメンバー紹介も兼ねたこの曲を聴いてくれ。フリーク。ララ見てほらドキドキしてる、夢見せてあげるよエンジェル。聞いてどうしても今伝えなきゃって胸が震えているんだ。そう、根拠などなくてもいいさ、心が動くまま素直しん知らぬふりして香り振りまくバタフライ言ってしたいこと、オセロ通りに僕が叶えてあげる。そう、まっすぐに見つめ合えば時計には動き出す、欲しいものには手を伸ばせばいい。ほとばしる熱はもう止められない。ただめちゃくちゃに愛してあげるよ、覚悟はいいかい。変化この先は君しか知らない、宇宙見せてあげる。たまには頭の中のネジ信じてみる方もいいんじゃない。 So call right and go down on your song。 Hey! Are you freaking man? シャイだけじゃつまないぜ。 Geek! I'm popping up! Yo! Boo boo give me up! More and more! So! 君と singing dancing! More! とハマっちゃって We are still rich! Trust me! 魔法の言葉で夢の世界なくせないなら抱きしめ
こいい。トウヤさんのラップはやっぱ神だぜ。みんなもそう思うっすよね。シロウさんも有泉先輩もすごくかっこよかったね。クレナイのラップもよかったぞ。ありがとうございます。なんで敬語なんだよ。さあどんどん行くっすよ。次の曲はせーの、ブリリアントエッジです。
るところもポイント高いね。さてさて、そろそろ次の曲に行こうかな。この曲は和幸さんにとって思い入れのあるものなんじゃない？うん、兄さんに認められたくて、頑張るなら今しかないって、そんな気持ちで僕が初めて作った曲です。 Now or Never!せたくなった。 Do it now! 頑張る
アイドルがひしめき合うこの時代、どこまでも見果てぬ夢を目指すステアリズムの覚悟と生き様を歌った曲、尋常に凛として。さて、ここからはステアリズム内で生まれた3人ユニットの曲をお送りします。9人の歌よりももっと個性が強く出ている曲です。
愛と美を歌った俺様のための曲だな。俺は突っ込みませんよ。それでは中盤戦スタートです。皆さんついてきてください。目に映ったのは深い闇と光、植えたこの枯れた羽ばたけ。眠ったままで泣いていたんだ、まぶたの裏で終わる世界。 I was looking back then、 取り戻せない、消えてゆく時に怯えてた。豊かに出会った夢満ちた、そいつか試練に散って目覚めた。愛奪ってゆく宝石なんていい。
らないさ。もっと特別な快感に触れたくて、優しさと嘘、欲と言える願望、んなもんで汚れてく世界、どうせ意味もなく守る時間なら、そうだこの手で洗い流そうぜ。ブレイすてきだねだとか憧れるだとか、中身までちゃんと見てから言ったら、黒の使者がほら牙むいた、同じ気持ちだとか寄り添ってないだとか、確証のないものは消えるって知ってる、楽しいかい神様、くだらない感傷なんて脱げ捨てて、もっと単純に好きか嫌いでいいじゃない、愛情友情組んで大人の事情、なもんで歪んでいくなら、悪も正義も元の箱に詰め、思いのまま葬り去るのさ。プロディタとアージ、2曲続けて聴いてもらいました。次の曲はハルト、どうもこう、かずゆきとゆうひでお送りするレッツゴーフェアリーランド。「
を伝って甘い言葉ささやいてあげるよ。かぼちゃの馬車もないけれど、僕がどこへだって連れてってあげるから。さあおいで。みんな魔法にかかったかな。ズッキューン。トーマくん、かわいい。ほら、ゆうひさんもやって。え、あ、恥ずかしいよ。みんなも見たいよね。ほらね。そのズッキューン。くれない先輩、かわいいです。あ、ありがとう。でもね、僕たちは可愛いだけじゃないんだよ。僕たちから今日は伝えたい大事な言葉、みんなに送りたいです。聞いてください。君へ。目標
すれ違いで道に迷い傷つけ合う。だけど君がくれた言葉、もう一つの道に気づけた。ありがとう、そう簡単には言えないけど、今日は特別ちゃんと言うから、受け止めて。夢に近づけばまた風が強く吹き抜け、そろそろ疲れてきてる？でもまだこの夢は覚めないよ。シャルウィーダンスシンデレラ。俺たちの手取ってくれますか？それじゃあ行くよ、ステップオンビート。Oh, oh, oh.
こに湧いたでしょう。たまにはこういう迷いなキスをしよう。目をつむりその顔をずっと見つめていたくて、ジーラス僕をどうか許しておくれよ。寝る視界で惑わせて、売れるように溶けさせて、息することすら忘れる極上のメインディッシュ。手を合わせて忘れちゃいけない言葉いただきます。次の曲だけど、これは有泉先輩が作ったんすよね。こんなドキドキする体験、俺もしたいな。もみじくん、そうなんだ。じゃあこれでどう？顔が近いです、スバル先輩。イチャイチャしてないで、そろそろ次行くっすよ。二人とも、ひまわりくんったら、やきもち焼かないでよ。ちゃんとひまわりくんにもしてあげるからさ。いやー、マジいらねえ。そんなことより次の曲いくっすよ。稲妻。勘違いじゃない、お笑いハッピー、夢じゃないのさ。雷鳴響くマニュアルブレーキ、君に落ちたい。勘違いじゃない、お笑い
皆さん、ユニットコーナーはいかがでしたか？9人の時とはまた違う色が見えたんじゃねえか？9人も楽しいけど、こういうのも悪くねえよな。はい、他の組み合わせや各個人にフィーチャーした曲も今後は考えたいですね。いろんな色があるからってな。他にもユニット曲はあるので、それもいつか披露したいです。いつかって曖昧な言葉みたいに聞こえるけどよ、でもやるって気持ちがあるからこそ出てくるもんだからな。さて、ここからはまた9人でお送りします。今日が初披露のバラードアレンジでこの曲をお届けします。イブニングシャワー。肩落とす君の一歩後ろ、ただ無言で歩いていた。こんな時はなんて言えばいいの、ポケットの手も握ったまま、うつむく背中、夕立が叩いた、ずぶ濡れで君が笑った。不器用さ、僕らは何一つできなくて、迷う途中で君と出会った、砕け散った雫も頬伝ってまた出会う。ぐしゃぐしゃになった今日の景色を忘れないよ。一つずつ集めた希望が少し大きな星になった。がむしゃらに信じてみたけど、その答えは見つかなくて、塞いだ僕に君からのメッセージ、どうしてる一言だけ。それぞれさ、僕らはだからこそ求め合い、揺さぶり合って一つになれる。時に傷つけ合い、土砂降りで汚れてもぐしゃぐしゃになった君を笑って抱きしめる。こんな日の帰り道は鼻歌歌って、ワンツースリーの合図で駆け出そう。不揃いな僕らは砕け散って輪を作り、光集めて虹も描ける。頬伝った雫が夕焼けに照らされて、君と笑った今日の景色を忘れないよ。ここからは後半戦、みんなまだいけますか？おお、みんなまだまだ元気だね。じゃあ次の曲も大丈夫かな？次はタオル使うから、みんな用意してくださいっす。この曲は前に一度俺ら3人で披露したことあったよな。あん時も盛り上がってさ。でも今日は9人だから、もっともっと盛り上がっていきますよ。というわけで、せーの、 Give me five。
Gimme, gimme, five minutes to stay a rhythm。急上昇準備 OK 何をしちゃい君に夢中かも Hey you 眩しいねドキリ感情クラッとするような視線どんどん急接近バッチリ順調ロジックはなし思うがままにて行動しちゃいけない標準じゃストーリー召喚信じてアプローチときめきは期限付きなの失うんでいらないさ今だけ君君は君とステラリズム若さはしちゃえ君君はとつりビート刻む素直になろう君君はメーカーもうちょっと迷う前に踊ろう順調初級勝負も仕立てるよドキドキするね結果発表採点調査ずっと君だけ見てると誓うから勝ち抜いて君君は君とステアリズムボケを拝借君君は心ひと起爆全力出しちゃったまだ枯らすなよお前はいつも後先考えずま今日はしょうがないなねえカイトありがとう俺と仲間になってくれてなんだ急にカイトがいたからみんながいたからだから俺今ここにいられると思うんだ一人じゃできないことも一緒なら叶えられるそうだな今ならこの言葉よくわかる俺にとっていやみんなにとっても大事な歌だと思うだから俺ここにいるみんなで一緒に歌いたい俺らをつなぐこの歌を
アステリズム。彗星が輝く夜空に、「
弱い俺は一人じゃここまで来れなかった。ステアリズムのメンバー、ファンのみんな、そして俺らを支えてくれたマネージャー、みんなありがとう。ねえ、俺は俺らしくいられたかな。次が最後の曲です。星の花。一人見上げた空に光、君は微笑むようにそこにいた。繰り返す言い訳とか、きっと弱い僕はいつも何かごまかしてんだ。夜空に咲いた星の花よ、いつか僕もそこへ行けるから、
これでライブはおしまい。みんな今日はありがとう。バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。また会おうぜ。またね。ありがとうございました。バイバイ。またね。ほら陽一くん行くよ。ちょっとスバルさん押さないでください。皆さん今日はありがとうございました。あっち喉乾いた。はあ、汗で髪ボサボサ。皆さん今のうちに水分補給をしっかりとしてください。またすぐに出番ですよ。ねえクレハ見てる？クレハの夢だったステージが目の前にあるんだ。それが嬉しくて楽しくて、俺お前の夢を叶えられたのかな。おい星野。え、あ、な、何カイト。何ぼーっとしてるんだ。まだ終わりじゃないんだぞ。さっさとしろ。終わりじゃない？これからアンコールだろうが。なのにお前何満足した顔してるんだ。そうだぜクレハ、むしろこれは始まりじゃねえか。そうそう、これをきっかけに僕らのことを知ったって人も増えるだろうし、そしたらその人たちのためにもまたライブしなきゃでしょ。ああ、俺たちはまだまだこれからっすよ。あと、そろそろ時間やべえな。くれない？クレハのタオルくれ。え、あ、はい、どうぞ。さっさと汗拭いてすっきりしやがれ！うりゃあ！痛いです、葵先輩。あの、クレハ君、これも、飲み物。クレハ君、ステージの上たくさん走って、みんなを盛り上げてくれたから喉も渇いてるでしょ。ありがとうございます。クレハ君、カズユキ走ってきて。どうクレハ君、緊張してるのかなって思って、さっきこうやって僕の緊張を溶かしてくれたでしょ。だから僕からもお返し。僕ライブが始まるまでは本当に緊張してて、でもね、ステージに立ってるうちに緊張のドキドキが違うドキドキに変わって、クレア君とみんなともっともっと先に行きたいなって思ったよ。僕たちの歌もっとたくさんの人に届けたい。クレア君もそう思わない？和幸、そうだよね。ここで満足しちゃダメだよね。これは夢の一つでもあるけど、でも全部じゃないもんね。こんなところで満足してたらきっと怒られちゃうね。ああ、怒るぞ。怒られるのは嫌かな。もう出番？もう少し休ませてよ。そうか、俺は早くまたファンに会いたくてうずうずしてるぜ。夕日さん、僕かわいい？疲れた顔になってない？うん、大丈夫だよ。それでは皆さん、行きますよ。あれ？アンコールの前に部長から何かないの？そうっすよ。なんか一言。では。短めにね。わかってます。先ほど皆さんが言った通り、私たちは終わりに行くんじゃありません。これからが始まりだと。まだまだ私たちは先へ進むのだと。それを伝えに行きましょう。行きますよ。ステアリズム！ライトアップ！まだまだ俺のこと、見ててね、クレハ。な？あ、なんでもない。行こう。Oh, oh, 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 oh,
刃で反逆手踏んだ裁判ジャックこれ下克上なんじゃ Moving Moving 見たい未来に Rock on 今に Like Miracle はい上がる星座の奇跡を大気圏へ So take me higher So take me higher 超えて俺たちは声聞いてなんだか僕泣きそうになっちゃった。おいおい、泣くのはまだ早いんじゃねえか和幸。でも僕も和幸くんの気持ちわかるな。みんなの声が聞こえて顔を見て改めてやっとここまで来れたんだって思ったな。この景色見たいって思っても簡単に見れるわけじゃないもんね。現に今までだって、ええ、誰もが夢を描き、その夢に向かって駆け、けれど、時に破れ、消えていくものがたくさんいます。このステージから見える景色を見れるのは、一握り。でもだからこそ、今ここにいること、みんなのこと、俺ずっと忘れないと思う。俺もっす！ああ、まだまだここに立ってて！けど、今日は本当にあっという間だ。もう次でラストの曲になっちまった。もう？よかったら一緒に手拍子や声を出したりしてください。最後、いっぱい盛り上がりましょう！この星空みたいなステージで、一緒に歌おう！サーリーパレット！いつかきっと輝いて満点の
てやるんだ。スターリーなステージでその笑顔に会えるなら、悔しさも汗も風になる。君が叩く手拍子で僕のステップ動き出す。いくつものメロディー生まれるんだ。空見上げ星に一本近づくはずさ。不器用で難しくて、だから迷い道手を取り合うんだ。サーボと歌おう、君の想いをラララで聞かせて、一緒に叶えよう重ね合ってラララララ。もっと勇気出してありのままそのままでいいじゃん。になれる。だから僕はスターリーなステージで夢と夢混ぜ合わせ、満点の笑顔を咲かせよう。君が迷路で迷って立ち止まっているのなら、生まれたての星まだまだ小さい。君を導けるように僕は歌う。本当にありがとう。最後にみんなから一言ずつ。まずはカイトから。今日はみんな集まってくれてありがとう。嬉しかったし楽しかった。まさか俺たちがこんな大きなステージで歌えるなんて思っていなかった。これもひとえに応援してくれていたみんなのおかげだ。だがここで満足するつもりはない。俺たちはもっと上へ行く。みんなの応援があれば俺たちはどこへでも行ける。だから見守っていてほしい。またみんなに会えるよう俺たちも頑張るから。俺も会いたい。以上だ。次五十嵐。五十嵐和幸です。今日はありがとうございました。僕もカイト君と同じで、まさかこんな大きなステージで歌えるなんて思ってなくて、実は昨日からドキドキして間違えたらどうしようって不安になったりもして、だけど応援してくれているみんなの声を聞いたら緊張なんかなくなってました。もっともっと頑張って胸を張って最高のアイドルですって言えるようになります。だからこれからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。よし、次は俺、指導東也だ。みんな今日は楽しんでくれたか？なかなかみんなに会える機会がなくてよ、俺らも歯がゆい思いしてたんだ。だから今日すっげー楽しみにしてた。ライブするって決まってから毎日今日を想像してた。そしたらよ、実際迎えた今日は俺の想像の10倍100倍、いやそれ以上最高じゃねえか。俺やステアリズムのみんなだけじゃなくて、今ここにいる全員が集まったからこそこんな最高のライブになったんだと思う。次もその次ももっともっと最高にしていこうぜ。また会いに行くからよ、その時まで俺らのことを忘れねえでくれよな。愛してるぜ。うわー、東也さんかっけーっす。ほらみんなもっと歓声。東也さーん。
ン。遠谷先輩コールすごい。そのまま葵先輩一言お願いします。遠谷さんファン第1号向こう葵だけど、それと同時に俺はステアリズムの向こう葵っす。なんつーか、こうやって大きなステージで自分が歌って踊ってるのがなんか今も不思議でさ、夢見てるみてえで。けど聞こえてくる声も、ここにいるみんなの顔も、ライトの熱さも、全部全部本物で、俺アイドル好きっす。もっともっとみんなとこうやってたい。だから、何言いたいか分かんなくなってきた。ともかく今日はすっげえ楽しかった。みんなサンキューな。また会おうぜ。次くれない。今日はみんな僕たちのために集まってくれてありがとうございました。実は僕びっくりしてて、ステージに立って顔を上げたらこんなにたくさんの人がいて、僕たちに会いに来てくれた人がこんなにいるんだってことがすごく嬉しくて、人前に立つのって苦手だと思ってた。今も得意だとは思ってないんだけど、でもみんなに会うためなら何度でもここに立ちたいって思った。僕不器用だけど、またみんなに会うために頑張るね。だから待っててね。今日はありがとうございました。紅夕日でした。はーい、次は僕、桜井トーマです。みんな、今日の僕らはどうだった？やっとみんなに会えて僕嬉しくって、大好きって気持ちでいっぱいです。みんなも僕と同じ気持ちかな。何度言ってもこの気持ちは伝えきれないと思うけど、やっぱり言ってみてもいいかな。僕がどれくらいみんなのこと大好きか聞いててくれる？いくよ。みんな大好き。またみんなに大好きの気持ち届けに来るね。だってこれはファーストなんだもん。ということは次もね。というわけで桜井トーマでした。みんなありがとう。あ、次は俺？アリズミスバルです。ってもうみんな知ってるよね。なんていうか、こういうの得意じゃないっていうか、いざ言うってなると何言えばいいのか照れるっていうか、今日ここに立って俺ってここにいていいんだって思えた。アイドルになれて、ステアリズムになれてよかったって思ったよ。だからみんなありがとね。またすぐに会えるよ。会いに来るから楽しみにしててね。じゃあ次、陽一くん。浅田陽一です。皆さん、今日は集まってくださって本当にありがとうございました。こうやって皆さんに会える機会を作っていただけて嬉しい限りです。今日という日を楽しみにしていました。そして待っていてくださった皆さん、ありがとうございます。必
感謝してもしきれません。すみません、伝えたいことも言いたいこともたくさんあるんですが、言葉にすればするほど陳腐になるばかりで、この気持ちはこれからの行動で示してみせます。皆さんに応援していただけるよう、好きでいてもらえるよう、皆さんの笑顔のためなら何でもできる気がするんです。なのでまたお会いしましょう。絶対に。今日はありがとうございました。それでは最後に呉羽さん、お願いします。はい、今日はみんなありがとう。って俺ありがとうばっかり言ってるね。でもまだまだ言い足りない。待っててくれた人、ずっと応援してくれてた人、最近俺たちを知ってくれた人、本当はみんな一人一人にちゃんと言いたい。みんなの応援の声ちゃんと届いてます。みんなが応援してくれてるから俺たちこうやって立ってられるんだ。みんながいてくれる限り俺たちは歌い続けるよ。こうやってステアリズムでいられることは俺の、俺たちの夢です。もっともっと輝けるように頑張ります。今日は本当に楽しくて、だから名残惜しさもあって、でもこれで終わりじゃないって分かってるから、だから笑顔で今日はバイバイしようと思います。ああ、だけどその前にこのステージを見てくれているみんな、ちょっと目を閉じてほしいんだね。閉じて。ちゃんとつむってる？開けてるやついるだろう。ダメだかんな。まあまあ、こうやって目を閉じてるとね、時間も距離も関係なくみんなを感じられるんだ。はい、目を開けていいよ。じゃーん、今日来てくれたみんなへのプレゼント。びっくりした？これからもたっくさんみんなのことびっくりさせて笑顔にするからね。それじゃあ本当にバイバーイ、また会おうね。またすぐに会える。だからまたな。ありがとうございました。あの、大好きです。みんなのこと大好き。それじゃあね。気をつけて帰るっすよ。寂しくなったら呼べよ。夢の中まで会いに行ってやるからよ。バイバイ、またね。愛してるよ。なんちゃってね。今日は本当に本当にありがとうございました。本日はステアリズムファーストドラマライブにお越しいただき誠にありがとうございました。うちのステアリズムはどうだったかな。会長もみんなと一緒に楽しんじゃったよ。こういうのも結構悪くないね。ライブの感想はハッシュタグスターリーパレットでお待ちしてます。東雲会長かっこよかったとかも大歓迎です。そうそう、この後期間限定のアド物販で新規イラストを使ったグッズや今日の音源が出るから買い忘れないでね。詳細はスターリーパレット公式ツイッターで確認、よろしくお願いします。以上、みんなの生徒会長東雲翔でした。まったね、なんてね。